無数の夢を見ていた。何にもない世界でたった一人、大地、空、海、欲求、願望、愛情、人の夢の中には全部が詰まっていた。ある時、ひときわ輝く夢を見た。優しくて、明るくて、とても強い。会いたい。彼女に会ってみたい。そう願わずにはいられなかった。たとえそれが許されないことだったとしても。私は夢に形を与える。彼女に会うために。されてしまいますね、ソフィー。でも全然元気がないみたい。ブラフタが夢で見た木ってあれで合ってるの？いえ、私が見たのはもっと。オスカーがいたらな。一体どこに行っちゃったのやら。きっとまた植物たちの声を聞いて飛んでいったのでしょう。だね。とにかくもう少し近づいてみようよ。そうですね。近くに行けば何かわかるかもしれませんし。行こう、プラフタ。ソフィー、あまり急ぐと転びますよ。いつでも前向きな錬金術師ソフィー、そして人形の体を持つ相棒プラフタ。二人は慣れ親しんだソフィーの故郷を離れ、各地を旅していました。旅の目的は二つ。一つは人形の体に魂を入れたプラフタを人間の体にすること。そしてもう一つは
祖母の足跡をたどり、公認錬金術師の資格を手に入れること。いずれも高度な錬金術の知識を必要とする、生半可な覚悟では達成できない目的ですが、ソフィーに迷いはありません。夢を叶えるべく今日も前へと歩み続けるのでした。これはそんな彼女が体験した数々の冒険の一つ、夢をめぐる不思議な不思議な物語。近くで見るとますます大きいな。いろんなところを旅してきたけど、こんなに大きい木を見るのは初めてだね。ええ、そうですね。しかし、なぜ私はこの木のことを夢に。不思議だよね。ここまでの道も知ってたんでしょ。はい。でなければこんな森の奥にある場所とてもたどり着けませんでした。まるで夢に導かれたように、私は以前にもここに来たことが。ブラフト？何でもありません。もう少し見て回ってもいいですか？あら？ちょっと予定外だけど。ようこそ、私の世界へ。でも、それがささやかな幸せでも、世界
怖っ。どこか痛いところとかはない？はい、私ここは倒れてたお姉さんを私が見つけたの。それでピリカさんと一緒にここまで運んできたんだ。倒れてた？私たちは確か森で。私の他に誰かいませんでしたか？誰かいたかい？お姉さん以外には誰も。そんな、探さなきゃ。助けてくれてありがとうございました。私もう行きます。待った待った、行くってどこにさ。君はまだこの世界のことは何も知らないんじゃないの？この世界？ああ、やっぱり見かけたことなかったからね。アルトはどう？私も見たことないよ。お姉さん、もしかして新入りの人？この世界とか新入りとか何のこと？あれ、ここに来る前に説明は受けてるはずだけど、もしかして聞いてない？まあいきなり言われても理解できないと思うし、順番にやっていこう。遅くなったけど、まずは自己紹介から。僕はピリカ、この店の店主をやっているよ。アレット・クラルティ、商人兼調達屋だよ。何か必要なものがあったらいつでも言ってね。私はソフィーの家ミュラ、プラフタと一緒に旅をしていて。そのプラフタさんって人を探してるんだね。うん、早く探さなきゃ。まあまあ落ち着いてよ。口で説明しても実感ないだろうし、実際に見てもらった方が早いかな。だね。ソフィーさん、体が平気ならちょっとお店の外に出てみない？